どうして扉の奥に逃げたのかな、ハッチおじさん。え？だってその時、保管庫の中にはジーナちゃんが拳銃を持って待ち構えていたはずだもんね。あー、確かにそうだ。でもジーナさんはハッチさんの拳銃を突きつけて脅していたはずだよ。その拳銃をどうしてハッチさんが持っていたんだろう。あれ、本当だ、なんか変なの、この違和感覚えておこう。とにかく俺たち、そうさ俺たち、なんだなんだ、揺さぶる、関係ない、そうですぜ。結局あの親父は扉の向こうに引っ込んじまったわけで、向こうから鍵をかけられちまってどうしようもなかったわけで、俺たち一応扉を開けてみようとはしたものの、さすが保管庫の扉びくともしなかったわけで、つまり最終的に状況は何ら変わっていない。保管庫の中の被害者を撃つことが可能だったのは被告人ジーナ・レストレードただ一人ということだ。ぐっ、ふむ、確かにそのようですな。いかがか弁護士よ、どうなんだろう、ハッチさんを撃つことができたのはジーナさんだけだったのか。いや、そんなこと言われてもな、いないって言ったら終わっちゃいそうじゃん。ちょっと事件現場、まあ、ここに出てきたわけでしょ。こいつが出てきて揉み合ってる最中にどっちか一人この中に入れるよね。どっちか一人っていうか、あの兄貴の方が捕まってたのか、弟、待って、他にもいるにしてみないと進まない気がするな。じゃあ誰って言われたら知らんけど、ティンピラーさん、なんだよ、にらむなよな。あなたたちがあの晩ハッチさんと遭遇した事実を認めたその瞬間、状況は完全に変わってしまいました。え？どういうことだ弁護士よ。ハッチさんを撃つということであれば被告人の他にも可能だった。それは弁護側の考えです。ああ、ハッチ自身が撃った。面白い。現場の上面図もう一度確認してみるとしよう。いや、確認したんだけどね。被害者は内側から鍵のかかった保管庫の中で死んでいた。この状況で一体どんな可能性があるというのか。小窓を開けて撃ったとか。でもさ、じゃあハッチが持ってた拳銃は何っていう話なんだよね。それでは弁護士よ、当法廷は機構に2つの疑問に対する回答を要求します。大丈夫かなこれ。ちょっと私の仮説で言えば、まあ、ジーナはアイリスちゃんの原稿があるかどうか見せろって言って、まあハッチに詰め寄って保管庫に入ってったと思うんだよね。まあ、だから本当に殺すつもりはなく脅しのつもりでそうやって入っていって、その中で拳銃はハッチに戻したと。で強盗が入ってきたからハッチは、拳銃を持って出てって、まあ、拳銃を突きつけられて慌てて逃げ帰って、まあ、それからどうなったっていう話だよね。まあ、そこまでは、そんな感じなんじゃないかなっていう予想はできるね。2つですか、多いな疑問。すなわち犯人はどこから撃ったのか、そして被害者はどこで撃たれたのか、この2つである。うわー、わかんねー。わかりました。
大丈夫？なるほどくん。いや、大丈夫はない。わからないけど、一つ確かなことがあるよ。ここで新しい可能性を提示することができれば、必ず状況は大きく変わるはずだ。いいだろう。それでは答えてもらおうか。この上面図にてその回答を示すがよい。そんなこと言われても、どこから発砲したのか。まあ、ここにハッチがいたんだったらもうここら辺ぐらいしかないと思うんだけど、こっから発砲した。いやー、わかんない。いや、多分そうだと思うんだよね。それか、窓開いてたじゃん、そっから発砲したんじゃない？ここで合ってる。小窓。このポイントであれば犯行は可能だと思われます。それではもう一つの答えを聞くとしよう。銃弾を受けたその瞬間、被害者はどこにいたのか。いや、それはまあここだよね。犯人は保管庫の被害者を扉の外側から撃ったのです。合ってる？続けるが良い。被害者ハッチさんは背中に銃弾を受けて即死しています。血の跡を見る限り、遺体が動かされた痕跡はありません。つまりやっぱりハッチさんは保管庫の中で撃たれたのです。重要なのはその銃弾がどこから撃たれたのか。それが保管庫の中ではないというのですか？先ほどのティンピラー兄弟の証言によれば、なんとか拳銃を向けると、あの親父扉の向こうに逃げていったんだぜ。扉の向こうに逃げたということは、少なくともその時扉は開いていたということになります。あ、被害者が証人たちに背を向けて保管庫に逃げ込んだその瞬間、店内にいた人間ならばその背中を撃つことができたのです。うはー。そういえば初めに刑事さん言っていたよね。ヤードの検察員による見聞の結果、銃弾は遺体の背中をやや斜め上に向かって侵入している。つまり被害者よりも背が低い人物によって撃たれたと考えられる。八丁寺さん、必死で逃げたとこを撃たれたんだよね。あ、そうか。走っているとき体は前かがみになる。だからまっすぐな角度で撃たれてもその弾道は斜め上になる。犯人は背が低いとは限らないってことだね。まさか忘れたわけではあるまいな。保管庫の扉は閉ざされ、そして内側から鍵がかかっていた。逃げ込んだ被害者が即死だったのであれば、保管庫の鍵がかかっているはずがない。でもあの時扉の鍵を内側からかけた人物ならば、一人だけ考えられるのではないでしょうか。まあ、ジーナだね。なんだと？それでは続けて弁護士の考えを聞くとしましょう。ただいま機構の提示した可能性によれば、銃弾は保管庫の外側から撃たれたとのことであるが、
その時保管庫の内側から鍵をかけられたと考えられる人物はジーナだね。もちろんこの時保管庫の中にいたもう一人の人物、扉の鍵をかけたのは被告人ジーナ・レストレードです。バカな。被告人が被害者と自分自身を密室に閉じ込めただと。被告人にそんなことをする理由など存在しない。わざわざ自分に疑いの目を向けさせるだけではないか。確かに。いかがですか弁護人。ええ、そこなんですよね問題は。ちゃんとそこまで考えてから手を挙げるように。どうしてジーナちゃんが扉の鍵をかけたか、そんなの考えるまでもないと思うの。あ、アイリスちゃん、アイリスの原稿を守ろうとしたのか。だってもし私がジーナちゃんだったとしても、あの時鍵をかけたと思うの。それも大急ぎで。だって撃たれたんだからね、拳銃を持った悪者に。あ、そっちか。そうか。事件が起こる直前、保管庫にはハチさんとジーナさんがいました。これ以上襲われないようにするためか。そしてどんなやり取りがあったかは分かりませんが、ハチさんは侵入者の存在に気づいて保管庫を出ました。侵入者って俺たちのことだよな。その時被告人は一人保管庫の中に残ったことになる。はい、そう考えられます。そしてハチさんはやがて保管庫の中に逃げ込んできます。背中から撃たれたハチさんは保管庫の中に倒れ込んだ。この時ジーナさんはどうするでしょうか。あ、もしかして保管庫の外にハチさんを撃った恐ろしい殺人者がいる。そう考えたジーナさんはとっさに扉を閉めて鍵をかけたのです。自分の身を守るために。待った。おお、声が出た。でも俺たち、いや僕たちは犯人じゃない。信じてほしいんだぜ。そんな人を撃つなんて。いや、ホームズのこと撃ったかな。でもあなたたちは実際撃ったじゃないですか。僕の目の前でシャーロック・ホームズさんを。つまり結論はただ一つ、ティンピラーさん、あなたたちならば犯行は可能だったのです。あ、い、う、え、お、か、聞く。これってどういうことなのですかな。死者のご主人を撃ったのはあのスリの子じゃないってことよ。あの悪そうな三兄弟が。三兄弟。やったね、なるほどくん。陪審員のみんながなるほどくんの味方になってるよ。うん、正直なところ空前絶後にして前代未聞だよ。これなら一気にいけると思うの。無罪の判決。いや、いけないだろう。笑ってるもん。ご苦労なことだったな弁護士よ。バンチークス検事、笑っている。どういうことですかな。バンジークス卿、弁護士が提示した仮説にはかなり説得力がありましたが。もういいよ、もうワインは。おそらく東洋の大道芸人はこのようにして客を騙すのだろう。悪意に満ちた目くらまし、許されざる暴挙であると言える。なんですって。機構が提示した可能性とやら、そもそも成立するはずがないのだ。なぜならそこには致命的な矛盾があるのだからな。矛盾？まさか貴様気づいていないとでも言うのか。銃を持ったジーナがなんでハッチがその銃を持っているみたいな話。恐れながらバンチークス卿、
このもののくだらぬ目くらまし、我々にご説明いただけませぬか。致命的な矛盾、極めてシンプルなこと。もちろんそれは弾丸の数だ。弾丸の数。ああ、あのケンジさん、さすがに見落とさなかったか。え、どういうことだ。いや、もうアイレスマジで弁護士になった方がいいよ弁護士よ。は、はい。事件現場から見つかった弾丸の数は何発だったか。